はいどうもカッパンですさてじゃあこのあなたはこのサッカーお好きな人だったりしますかねサッカー最近、なんかほらあ5日でしたっけ昨日だよね勝ちましたよね日本は7対0でしたっけ相手、まあ結構な格下の中国が相手ではあったんですけどもまあそれでも7-0はすごいと思うんですよ。 一方、同じぐらい、えー、格下、まあ、あまりこの格が上とか下とかっていうのは、まあ、言いたくはないですけどもね、韓国かんあ韓国君も試合してたんですよね。うんところが、韓国君はどこだっけパレスチナが相手だったかな、スコアレスドローだったんですよね。でそれがまあ面白くなかったのか、ね、なんか日本の方を見ながら。<laughs> またいつものこブのーたれてるっていう記事をね中央日報の記事を引用してねいつものこのサッカーダイジェストがこれ一応あれでしょう日本のサッカーメディアなんでしょう知らんけどねこの韓国目線で記事を書いてるっていうこの気持ち悪い様子ですよね <laughs> そんなん気になるんだったらもうソウルに移転しろよな <laughs> サッカーダイジェストずっと韓国代表追っかけとけいいじゃんなうん ね、普通にこの日本の,この代表の,この活躍をさ、ね、大々的に報じて、ねうん、それでも勝ってかぶとじゃないけどみたいなこの記事で締めくくって報じときゃいいのに何,が何を好き好んで、ね、何が楽しくてあれなの,、ね、この韓国代表の <laughs> しかもなんかみっともしょっぱくせえ試合結果 <laughs> わざわざフィーチャーする意味がよくわかんないよね、うんまあ、韓国記者でもいっぱいいるんだろうな知らんけど。 それとまあ日本代表がゴールラッシュでしたよと、えー、大量7得点でって、うん、なんかこの南野選手とか2発決めたりとかねあとこの復帰戦だったこの伊藤選手もきっちりゴール決めていやーすごいじゃないですかまあ試合の内容はもうちょっとねあのー、これから試合見るっていう人もいるかもしれないんで、まあえー、っとまあ遠藤選手、三笘選手、えー、南野選手が2発。 で伊藤選手、前田選手、久保選手と、まあ、決めてほしかろう人がきっちり決めたっていうそういう感じだったってことでいいのかな、うんまあ、興味ある人は試合実際に、ね、見ながら、ね、確認していってもらえればいいんじゃないでしょうかね、うん、さて、中央日報さんからの、えー、ダイジェストサッカーさんは何がそんなに韓国が気になるのか知らないですけども。 えーまあ、韓国メディア、中央日報さんがねサッカーワールドカップ最終予選に弱小国、もうこうやってね、うん、あからさまに露骨にこの相手をこなんかこのやたらに格下に見て、ね、なんかこの失礼極まりない弱小国なんて言ってるあたりがもう、ね、差別主義のこの表れっていうかさ、そんなんだから足元救われるんだよ。うん、と引き分けた韓国。 とは大違いだっていうことを言ってるわけですよね。ああ、中央日報はね。で森保ジャパンが決めた将棋の7発対象に韓国メディアも興味津々で、えー、ダイジェストサッカーが報じてると。相変わらず気持ち悪い連携ですよね。<laughs> <laughs> えー、韓国はパレスチナと通婚のスコアレスドローだって。 えと9月5日、日本代表は埼玉スタジアムでそっか、埼玉でやったんだ、えー、北中米ワールドカップアジア最終予選のグループ C 初戦をあ中国と戦って7対0で圧勝しましたよと、えー、12分にコーナーキックから、えー、遠藤選手がヘディングで先制すると、えー、前半、レフト間際に三笘選手も頭で、えー、合わせましたよと。 で後半はあ南野選手の2発などから始まり、えーまあ、ゴールラッシュで、ね、一気に畳みかけてね、えー、鮮烈なるゴールショーを披露したっていう,ふうに書かれてるんですよね、まあ、とりあえず日本代表選手の皆さんお疲れ様でしたおめでとうございますまあ多分中国に、ね、何対何で勝とうが別にこんなん通過点でしかないんでね別にいいも悪いも何もないと思いますけど選手自身は。 まあとりあえずなんかもう大きな怪我もなさそうだし、ね、これが対戦相手韓国あたりだったらもう腹いせになんか後ろからこの飛び切りしてくるような気違いとかいそうだもんな普通にいや北も南も同じ同じ、うん、ん勝っても負けても不愉快なチームなの変わらねえからよで、えー、っと一方ほぼ30分遅れてキックオフされたグループ B ではあ韓国が大苦戦 えー、剣守固い守りを寄りどころとするパレスチナを切り崩せず、そ、え、のー、やイーガイン、イージェスホンらあ、自慢のアタッカー人が得点を上げられず、まあ、消化不良みたいな内容だったってことかな。でまあなんか、だら,だだら時間ばっかり過ぎて、右、え、側、ー、曲折を経て、誕生した本名を申政権、あこれ、監督かな まあ白シュターズをかざしあれそういえばなんかドイツの人が監督やってるんじゃなかったっけ違ったっけまあなんか結局結果が出ないからって全部そいつのせいにしてクビにしたんだろうどうせなうんで結局このねてめえんとこ,ろのこの監督に据え替えたところで、ね、勝てないもんは勝てないのは変わらないっていうねだから原因はそこじゃなかったってことだよなうん今度は誰のせいにするんだ そこは日本のせいにしようぜそろそろなあ <laughs> それがみんなでもう寄ったたかってなんかもう曲術機がちらついたからってことにしちゃえよその方がお前らとしてはなんかもうもっともらしいね、うん、しかもなんかもう今までも何度も使った手だろどうせうんまあそれはさておき白星スタートが飾れずホームで手にたいスコアレスドローンを、まあ、演じたっていうふうに書いたんですよねで えー、一方、日本がね、えー、中国戦で7対0と幸先のいいスタートを切ってると。えー、弱小国と引き分けてしまった本名母校、<laughs> 何本万平言坊みたいなのは、なんだっけあれ、<laughs> まあいいや、えー。とは大違いだと伝え、えー、全国紙、えー、では、 日本とグループ C で首位の差をそのオーストラリアが格下のバーレーンに0 1で不確を取ったとだからその意味でも日本にとって中国戦の7対0での勝利は意義深いものとなったはずだと報じてるとまあよそのことになんか気取られてっからだよ日本のことなんかもうほっときゃいいんだよお前らはお前らお前らのことだけ考えときゃいいんじゃねえのそういうところだと思うけどね うん、お互いにさ、そろそろなんか日本が韓国とか韓国が日本ととか、そういう、もう日韓っていうくくりをもう解消しろよ。こんなもんただの稼いでしかねえんだから、日本にとって。ねで、うん、森保ジャパン。うん、そうね。いらんお世話だよ。お前ら少なくとも関係ないよな。ただ日本もね、なんだろう、あのキーパー。 なんか2回ぐらい変なパスあったよね。うんなんなか日本の,あのキーパーだけどうにかならねえのってちょっと思うんですけどもね。うんまああくまでもサッカーもにわかなんでねあれですけどあなたはどう思いましたかね。えー、今回は以上です